よし、いい便利なの覚えた。で、行けばいいんだね。で、じゃあこのさっき右から行ったからこの左に行こう。で、奥行けばいいんか。で、指輪見せりゃ通してくれるんじゃない。なんだお前は。福利に製造騎士団の指輪を返しに来た。ふん、また先場の支払いとその指輪で付けにしてくれ頼んだんだ。しょうがない。あ、これはもう、定番、お決まりみたいになってんだな。あれです、申し訳ないというのだ。へえ、へえ。福利のやつ。はい、おお、なんだお前。この中洲に、で、野瀬村が映る前がずっと使われて、なんでも昔その指輪が仮の代わりになっていたらしい。はい、ちょっとこの辺、いろいろ探索するぜ。おい、1枚で結構手に入るようになったな。修道院長と騎士団員の皆さんのお世話するのが役目です。食事の支度や掃除洗濯、何もかも我々を呼びとり、すごいな。オーディロさんは体操、得の高いお方、匂いのないものを引き取り、武学、神学と武術、両方に秀でたリトさんの集まり、雰囲気は隣の地方の天地するもので神の剣と、あ、さっき聞いたごめん。ここは特にこれ以上はないな。上へ行くのは後にしよう。あ、なんだお前は。わかんない、牢屋になっておる。牢屋行ってみる。早いか。この回とりあえず全部見るか。そこに行ってきやがったな。臭い息で非常に冷やしやがった。なんだお前は。取り立てに来たのか。そしたら部屋に戻ったので2階に上がってた。2階が最後だ。とりあえず。うわ、特になんもねえな。祈りとロード、それが船で暮らし、最も中にアクセス坂場に行くまで、クール。奥行ける。お。オイドル委員長は俺が好きなの、時折旅芸人呼びます。よっしゃ。宿屋1階分ぐらいは。お世話を込めたのだが、あの騎士団員の間を合わせてくれ。今は疲れておらん里村の後から、橋の向こう島に通じ道があるというのが。誰かでかまどになっちまうだろう。そんなことにならぬように、飛び入れにはいないところだ。さっきのやつ。またまたもう一回聞こう。教え込んだのが、今は疲れておらん建物の後から、橋の向こうの島に通じる道があると。使われてない建物があるってこと。使われてない建物を探さなきゃいけないなと。とりあえずクックルに会うのが先決。団長は院長にだけ頭が上がらないんです。何で血上がりですか。金持ちの家から分けられてこの種類を預けられたそうです。クックルの話。ここは尋問室。この部屋の奥はかつて異端者を回収させるために用いられた拷問室だった。尋問室に入れるが、奥の部屋は今マルチェロ様がご所有だ。マルチェロと誰だっけ。あ、ククルいるじゃん。ゾニの坂場で騒ぎを起こしてたな、この恥さらしめ。ずいぶんお耳が早いことで、さすがは製造機士団の。あ、さっきのあいつか。の名を落とせば気が済むんだ。全くお前は疫病神だ。
そう、疫病神だよ。お前さえ生まれてこなければ誰も不幸になってならなかったのに。顔とイカ様だけが取り合いの出来損ない目。半分でもこの私もお前と同じ血が流れているかと思うとゾッとする。ふん、まあいい。戦闘機次第にくくる。団長内容とお前に飛ぶなら謹慎を言い渡す。いかなる理由があろうとも、この修道院が外に出ることは許さん。いいか、一歩たりともだ。それさえ守れるようなら、このいくら院長をかばおうと修道院から追放だ。わかったな。ほう。マルテオって、あの、キザオか。みんなキザオじゃねえか。じゃあ特にこっからはできることもないのか。これ話が聞けるってことだけか。ここは特に何もできることはないか。上がってすぐの部屋がククールの部屋って言ってた。え？マルチェル様の部屋である。はあ、どうも。そういうことですか。なんでやねん。盗賊の鍵作るのじゃ。誰だ、貴様。大教会は政治の実施の時の騎馬兵だということだ。眼鏡を発行して、神の御像機関用に行きましょう。お飾りの兵隊さ。だが今は違う。前は水溜り神の先生の目が認め、エリート兵だ。うわ、なんもね、本棚もなんもねえじゃん。ここがククルの部屋か。あ、ちげ。火花の確かにククルださ、2階にはいない。ああ、さっきんで、そこで繋がるのかな。特にない。マルチェロの部屋で上がってきて、特になんもないじゃん。というと、どうしたらいいんだ？これ戻るしかないのかな？ちょっと待って。よいしょ。もう一回あっちの部屋行くのか。あれ、話しかけられなかったよ。上、あの3部屋だけでしょ。もう一回来たらなんか状況変わってるとかある？ないか。使われてない建物を探すのかな。でもここはもう なんか隠れた扉があるとかさ、隠された扉があるとかさ。使われてない建物ってなんだ。あれヒントなのかな。もうずーっと聞いてると若干ちょっと怖くなってきたな、この子。扉が、ごめん。見事も、鍵がかかってた、入れない。でも、フクールがそこにいて鍵返せない。あ、ここ入ってない？入ったか。入ったね。あれ入ってない？入ったよな。さっきこの中に誰かいたよな。奥行く？これで奥行く？ここになんかある？ない。で、そこ、戻るしかないのかな。もう仲間聞いてみるか。誰か、どれまで、そっちにもう移行したのか。なるほど。帰れ帰れ。ホテル院長には、あっ、今、オゼロ院長に招かれたという道化師がここを通っていったが、どうも、ひどく不気味な道化師だな。あいつだな。マルチェロ、これでマルチェロか。あれじゃない？それって、あいつじゃない。一緒に、
旅してるあのあれじゃん、名前が分かる。っていうことはいずれにせよ上に、おなるほど、いた。高めだったの時代の時代のどうしてこんなところに、何がどうしてこんなところにあんたが置いていたんでしょう。このエビなんていらないわよ。いるよ。そうか、まだその手があった。あんたたち、あんたらに頼みたいことがあるんだ。俺の話を聞いてくれ。頼み冗談でしょ。どうして私たちがここであんたの頼みまで聞いてやらなきゃならないの。いいから聞いてくれ。のんびり話してる時間はない。感じないか、とんでもなくまがまがしい気の持ち主が、この修道院の中に紛れ込んでいる。聞いた話は委員長の部屋に井戸口が入っていたらしい。あの、大変な気の持ち主だ、そいつは。それで狙いまでがわからないが、とにかくこのままじゃ。あのね、やだ、こった。ふっ。もう、機械聞いてくれ。あんたら思ったかもしれないが、院長の部屋に続く橋は、石頭のバカどもが塞いでるあそこ通りの森だ。だが、かなり毎日になるが、あの院長の部屋だけがある島へ行く方法一つだけ残ってる。一度、ドニ川に出て、すぐ川沿いの土手を左手に、ドニ川に出て、すぐ川沿いの土手を川左手に、つまり、この修道院見ながら川沿いに進むんだ。そういう風に行くと、昔に疲れていて、今廃墟になった修道院の入り口がある。その廃墟から近所の部屋がある島に続いてるらしい。つまりが、あ、これがさっき言ってたやつか。指で開くらしい。だからそいつはしばらく持ってきて、ゆずくとしておくれになったら、てっきり味方があれなのかと思ってた。俺は時代にも書かれてる。時代離れないんだ。さっき離れてたやんけ。しょうがねえな。酒場行ってたやん。川沿いに左手って言ってた。出てきて左手、川沿いに左手って言ってた。ごめん。で、川沿い、こっちか、こっちでいいのかな。川沿い、あの島に行きたいんだもんな。なんかいるぜ。なんだあれ。うわ、ロンリー・ジョー、何そのかっこいい名前。どうしよっか、ルカニー。あー、これは斧か。うん、オッケー。もう一回ルカに所属で、アンガスで、呪文ギラ、あ、ギラ、うん、キアリー、ギラ、特にクロスカッター、あー、機関11、普通にやった方がいいじゃん。うーふ、お、通した。え、そんなにじゃん。おっと、しょうがねえ。入れ水じゃない。ちょっと回復しとくか。 OK。 ロンリー城だからさ、別にふぬしかけ、ふぬし話しかけられるさ、モンスターもいるじゃん。だからなんかどこまであれなのか分かんないよな。リンリンダーリーナ、合ってんのかこれ。え、何これ。おー、これだ。
っと待ってくれ。進んじゃう。え？溝？何これ？え？これなんか呪文、あ、ほんとなんかすごい。使うしかないか。ちょっと先にじゃあ。ああ、じゃあじゃあ。やってみよう。よし、はめた。あ、これが今のあれだったの。うわ、明日からいける。やば。行くか、じゃあ。うわ、普通にダンジョンになってるじゃん。こんなところに案内させたのか、あいつ。音楽がもう。経験値その分多くてね。うわ、いっつ、マジ。とりあえず。この辺の奥には何もな、最悪リレミト使って帰ってこよう。特に調べられそうなところもないし、ちょっと暗いね。しかもマジ？マップ探そう、まず、マップ。すごいな。うわい、うわ、鍵かかってる、マジか。うわ、すごい、うわ、お初にお目にかかりますね。で、ルカに。いや、もうご了承。うわぁ。オッケー。そんなに強くなかった、オッケー。空っぽかよ。鍵、あ、盗賊のあれが必要だな。ちょっと反対側にもありそうよな。あ、ないですね。むしろ地下につながってる。あれ？なんでタンスがあんの？おお、敵の振り。うわあ。一回リレミットで。あ、ここに繋がるのか。錬金釜で。で、レシピで、盗賊の鍵、鉄の栗とブロンズナイフで、袋から鉄の栗と、ブロンズナイフ、誰が持ってる？あった。よし、 OK。これどのくらいのあれでできるんだろう。もうはめた後だろうが。あー、マジ？ここには馬車連れてこれないんだ。お、旧修道院跡地に戻ってこられるから、一回じゃあ、ドニーの町に行こう。で、一回ちょっと回復してる間に、できたかな？
まあ、いいえ。ちょっといいや、じゃあ。できたらいろいろとね。今いくらぐらい見て、612か。いいや、とりあえず宿屋に泊まって。はい、ということで、あ、宿に泊まる。川に沈めてやる。ありがとう。あ、だけかだけ。はい、ということで、今回は一回ここで、なんだい？はい。ということで、今回はここで終わりにしたいなと思います。次回、クックエンドその旧、修道院跡地から。トップの人がいるところに渡っていろいろと、解き明かしたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。今回もご視聴をありがとうございました。